はい、皆さんこんにちは、ずひこです。それでは今回なんですけども、ペイ特裁が再び、今回の LINE ペイはコンビニ祭、ファインマーやローソンなどということで、今回はペイ特裁が今月2回目が始まるということなので、まあネットのニュースで情報が上がってたので、そちらを参照しながらお伝えしていこうかなと思います。はい、ということで概要からですね、ペイ特コンビニ祭ということで、LINE ペイ支払いで後日実質最大 20% 還元ということですね。期間も下に表示されてるんですけども、2016年の6月の23から6月の30日までとなっています。あと、初めての方にはクーポンもプレゼントということがありますね。で、今回の対象店舗なんですけども、こちらのコンビニ5社ということで、セイコーマート、ミニストップ、ファミリーマート、ポプラ、ローソンの5社ということになっております。還元率は上限ということで、今回の上限は最大1000ポイントまでとなっています。で、還元率に関しては 15% から最大 20% となっていますね。まあこれに関しては LINE ペイのマイカラーというポイント付与率に応じて変わってきます。マイカラーの確認方法なんですが、LINE のアプリを開いて右下のウォレットの画面を開きます。そして金額の部分をタップしたら、ここにマイカラーと表示されるので、そこをタップしたら、そしたら僕は今ホワイトというのが出てくるので、で、ホワイトはこの表で見てもらったらわかるように、ホワイトだと 0.5 ポイントが還元されるので、僕の場合は今回のペイ特の 15% プラス、マイカラーの 0.5%、あとコード決済だと 3% 還元されるので、合わせて最低でも 18.5% が還元されることになります。なので、今回の上限額の1000ポイントを達成するためには、マイカラーがホワイトで 18.5% だと約5405円分のお買い物をしたら上限額の1000円まで達する計算になります。で、今回クーポンのプレゼントというのがあるんですけども、今回ですね、いつもそのペイ特裁にはなかったんですが、還元とは別にクーポンの配布がされるみたいです。けどですね、ちょっと条件がありまして、この条件というのは初めての方限定ということになっております。まあなので、通常僕らがこう使ってるような人たちにはあまりちょっと関係のないキャンペーンみたいなんですけども、まあ今回その初回の決済でクーポン額は変わるみたいなんですが、内訳としたらこんな感じですね。300円から400円の利用で200円分がもらえたりですとか、そして最大は801円以上のお買い物した時に500円分がもらえるということですね。まあなので、まあ先日まで開催されていたキャンペーン、祝令和全員にあげちゃう300億円祭という、まあ全員が1000円相当もらえるキャンペーンがあっていたのと思うので、まあその1000円分を今回の LINE ペイデビューで使うのがいいのかなというふうに思います。まあ今回のまとめなんですけども、簡単にまとめました。期間は2019年6月の23から6月の30まで、そして対象店舗はコンビニ5社、上限は1000円、特典は初めての LINE ペイ決済の方のみクーポンがもらえるということなので、まあ今回のキャンペーンを見る限りは、まあそのコンビニので使うユーザーっていうのがすごい多かったっていうのが、まあニュースの記事にもあったんですけども、あとはその LINE ペイを使ったことのない方向けのキャンペーンにかなり近いですね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。ペイ特裁が再びということでしたが、まあ普段の LINE ペイの決済を愛用されている方であればインパクトにちょっと欠ける部分はあると思うんですけども、よくコンビニを利用される方であればぜひ利用するのもいいのではないのかなと思います。まああとですね、まあ今回はニュースからの情報を抜粋しただけなので、もし詳細の情報があればまた改めて動画にしたいと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。